モナコのユーロビジョンソングコンテストでは、モナコにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。モナコは1959年大会からユーロビジョンに参加し、1971年大会で初の、そして唯一の優勝を収めた。この時のモナコ代表の参加曲は、セベリンの、ウ、う、ン、ん、バンク、ウ、う、ン、ん、アーブラ、ユヌルであった。 これによって1972年の大会はモナコで開催されるものと予想されたが、モナコでの開催は見送られた。モナコはユーロビジョンでの優勝経験のある国で唯一、自国で大会を主催したことがない。モナコは1980年大会で大会から離脱し、2004年大会まで24年間にわたって不参加を続けた。復帰後初の参加局は、 マリョンによるノートル・プレネットであったが、準決勝で敗退し決勝への進出は叶なわなかった。その後2年間にわたる低迷の後、モナコにおける大会の放送と関連業務を引き受けているテレ、モンティ・カルロは大会からの再度の離脱を表明し、地域的な総合投票によって、モナコの決勝進出は期待できないとした。しかし TMC は、 自国が参加していない2007年大会を中継し、2008年大会への参加権を維持したものの、最終的に参加は否定した。TMC は欧州放送連合との会合の後、2009年大会への復帰の可能性と同年の新しい投票方式の導入について言及した。しかし、モナコはモスクワで開催されたこの年の大会には参加しなかった。 モナコから高得点が送られた国々、モナコに高得点を送った国々、出点、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。